ヒロシ様、少しは掃除をした方がいいですよ。はあ。ちょっと様子見に来たんだけど。お邪魔しまーな、何よこの部屋。前よりひどくなってます。じゃあ私、ルリさんと留守番しててあげる。すぐ帰ってくるんでしょ？陽子様、あんまりやりすぎるとひろし様怒りませんか？だってしょうがないじゃない、ほっとけないでしょ。お帰りなさいませ。あら、遅かったのね。何って見ればわかるでしょ。お掃除よ、お掃除。え、あれ、ガラクタっぽかったから捨てちゃったけど。そんなこと言ったって、どっからどう見てもガラクタだったんだもん。
それよりちょっとそこどいて、掃除できないじゃない。ごめんなさい。ヒロシ様、今のは事故ですよ。陽子様が悪いわけじゃ。私、ヒロシの、わからない。そんなのわからないわよ。
根こそぎですか？ヒロシ様、私もう寝ますね。後のことはお任せしました。まずくと飲めやしない。気にしない、気にしない。気にしすぎるとハゲるわよ、あの部長みたいに。やべ、親父がコンタ見え見えなのよ。ハゲ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 は引っ込んでろ。あー、やけ酒、誰がやけ酒飲んでるってのよ。それにな、酒ってのは体にいいんだぞ。うっぷ。
どいつもこいつも私の気持ちなんて知りもしないでさ。お前もだ。私だって好きで一人になったわけじゃないのに。どいつもこいつも私の気持ちなんて知りもしないでさ。お前もだ。私だって好きで一人になったわけじゃないのに。私といいことしましょうよ。男なんだから覚悟決めなさいよ。お空は真っ青に晴れ渡ってますよ。ちょっとそこのお二人さん。
最近ちょっと自信なくしてたのよね。でもよかったわ、私の目に狂いはなかったみたい。問題なのはどうやって見極めるかなのよ。どこにいるかさえ分かればどうにでもなる。今までは仕掛けとかに凝って失敗続きだったから、たまにはこうして成功法で攻めてみるのも悪くないと思ったの。で、どこにいるの？いい加減なことを言うと後で痛い目。あら、そういうあなたは何歳です訳してくれる？マナベ君。侮辱したつもりなんかないわよ。ありのままを述べただけ。あなたなんか呼んだ覚えはないわ。さっさと消えてちょうだい。目障りだわ。プランクトンなんかに用はないと言ってるでしょ。さっさとグレインでも連れ去られなさいよ。私ね、あなたのような根本原理を放棄した無知かつ無能な第六感主義者って見てて我慢ならないの。もちろん聞いてても我慢ならないし、匂っても我慢ならない。つまり存在してること自体が我慢ならないのよ。わかる？ヒロシ様、早く学校に行かないと遅刻してしまいますよ。あなたのような物質は解剖してホルマリン漬けにする必要があるわ。